はい相撲携帯ジャーナリストの石川つつむです、えー。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします、えー。本日ご紹介したい、ファーストインプレッションでご紹介したいスマートフォン、こちらになります。はい。マイクロソフトのサーフェイスデュオ2になります。はい。こちらね。マイクロソフトは出す Android スマートフォンというところで、まあ、こういった形で2画面と。 いう風になっております、えーね、2019年末ですかね、マイクロソフトがニューヨークで発表会を行ってね、あの衝撃的なデビューを果たしたマイクロソフトサーフェイス・デュオの2世代目になります。私ね、えー、2019年の発表会見て、これ欲しいなと。 マイクロソフトがね、アンドロイドでスマートフォンを作るかというところで感動してね、えー、ずっと待ってたんですけども、初代は日本上陸することがなく、ね、自分もこうね、アメリカで通販で買えないかなとかね、えー、アメリカ行きたいなと思ってね、アメリカで買いたいなと思ってたんですけども、えー、コロナによってなかなか行けずということで、まあ買うことできなかったんですけども、ようやく2世代目になって日本に上陸するという形で、えー、1月の11日から 発売でというものになっておりますでね、えー、やはりまあ最大の特徴は2画面というところなのかなと思います。ただね、まあ、最近ですとまあ、折りたたみのスマートフォン、えー、1つの画面をこうね折り曲げてまあ、使うと。Galaxy の Z フォールドですとか、あと Z フィリップといったものもありますけども、やはりねあーなかなかこうね折りたたむというのは技術的にも、ね、ハードル高いという中で、ね、 マイクロソフトは2つの画面をこうね、ヒンジによって曲げて、ね、折りたむというものになっております。はい、でね、こちら、最大の特徴はね、まあ、2画面でさらにこれね、ディスプレイ自体が13対9といったディスプレイを2枚使っているという特徴があります。 あのこれね、私、まあ、実際にギャラクシーの、ね、Z フォールドも、まあ、初代から3世代にわたって使ったりもしましたけども、やはりね、アチェロの場合ですと、長細い、折りたたむとね、長細い画面になるというところがあるので、例えばこうね、折りたたんだ状態でビデオ会議に参加するですとか、映画とか見るというときにはね、ちょっとこうね、画面的にね、あの使わない部分が出てしまうというところがありますけども、まあ、このまあサーフェイスディオ2の場合ですと、 例えば、そのチームスで参加する、チームスでビデオ会議参加するときも、まあ、プレゼン資料がね大きめに表示されつつ、さらにね、えー、下の画面で自分の、ね、やりたいことやるメモを取るですとか、まあそういったことができるというところで言うとね、ねかなり使いやすい画面比率の2画面になっているのかなと思います。 例えばねこれメールを見る時もメールね片方の画面で一覧のね画面一覧でメールチェックしつつそれタップするとねもう片方でこうね 詳細、メールを開いた状態チェックできるというところもあったりもするので、非常に使いやすかったりもしますし、アプリ間でこう、ね、ファイルをやり取りする。例えばこう写真を、ね、いろいろと探して、それをメールに添付するといったようなことも、2画面であれば、ね、2つのアプリを聞きできると、非常にしやすいというところがあるのかなというところで、ね、利便性の高さというところは大きいんじゃないのかなと。 でまあいろんなね、最近スマートフォンでもね、あの1つの画面を割ってね、えー、2つのアプリを起動しますよといったようなことを、エペリ a とかもやってますけども、まあ、こちらの場合ね、Surface DO2 の場合は、まあ、大きな画面で2画面使うというところでね、生産性が上がるというところは大きいと思います。でねあのこちらこうね、が、えー、1個アプリを起動して、もう片方の、ね、画面に移したいときには、下からスワイプして、こうね、もう1 方の画面の方に移して離すとね、アプリが移動するといったような操作になっていますし、例えばね、2画面フルで表示したいという時にはね、アプリを1回こうねスワイプでこうね持ち上げて、画面の真ん中ら辺で離すとね、にこうに、ね、大画面になって表示すると2つの画面で表示されるといった UI になっていてね、まあ、この辺ね、多少慣れが必要なのかなと思います。 であとね、えー、実際にじゃあ文章を打ちたいですとか、まあ、メール返事したいというときにはね、本体自体ね、くるっとこうね、90度回転させますと、上にまあ編集画面、下にキーボードが表示されてね、それで文字が打つことができるというとこなので、えー、比較的大きな画面でキーボードを打つというところもしやすいのかなと思います。で、こちらね、えー、こういった形で、例えばゲーム、えー、マイクロソフトね、Xbox Pass みたいなね、 ああいったクラウドゲームでも上の画面にゲームを表示させつつ下にコントロールを表示してグリ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 ゲームするといったところもね非常に便利なのかなとこちらねクラウドゲーム、ね、いろんなゲームやりたい方でというところも、ね、やっぱりマイクロソフトらしいサービスとハードウェアなんじゃないのかなというふうにも思います、はい でねさらに、まあこちらに関しては、ね、ペン入力、えー、スリムペンといったものも対応していますので、ペンでね手書きでも入力できる残念ながらね今回、まあちょっと体験できませんでしたけど、ペンでも入力できますし、あとねカメラに関しては3つ、えー、搭載されております。これねカメラ見てみますと、まあ0.5倍、標準1倍、でさらに、まあ、2倍、 で、まあ、ディジタルズーム10倍といったような操作性になってね、画面になっているというところがあります。でこれ意外にね、綺麗に撮影できたなというところを感じています。これね、まあ、拙者の画面だったりもしますけどもね、花なんかも比較的美しく撮れるというところでね、意外とカメラもしっかりしたなというところがあります。 でね、えー、こちらね、あの便利なのが2画面あるので、片一方をファインダーとして機能させて、もう片方はね、撮った瞬間にそのね画像が表示されるというものになっているので、いくつかね、こう写真撮りながら、まあ納得いくような、ね、写真がすぐ撮れると、チェックしながら撮ったものをね、あの大きな画面で拡大しながら、チェックしながら撮影できるというところの利便性大きいのかなというふうにも思います。ただね、 あのー、まあ、3つのカメラ搭載されていますけどもね、カメラ部分がまあ出っ張ってるというところはねちょっと気になるのかなと、まあこれね、えー、最近はどのメーカーもねカメラをもう当たり前に出っ張らせてますけども、初代ではねこうカメラがなくて、ね、スリムな、ね、こうこう本当にフラットな、えー、綺麗な本体だったのが今回ね、第2世代になってカメラ部分がね、ぼっこり出っ張っているというのはちょっと気になるポイントなのかなというふうにも思います。でね まあ今回、ね、ディオス2に関しては 5G にも対応というところなのでね、えー、それこそこうね出先でビデオ会議に参加するという時にはね非常に使い勝手いいのかなと思いますし、 え私ねこれ使って Teams のねビデオ会議記者会見参加したりですとかあと YouTube のねライブ配信参加したりといったこともしてましたけどもやはりこうね2画面で机の上に置いた状態でねしっかりと自分のことを写せるというところはやっぱり便利かなとねスマートフォンの場合ですとねやっぱり1枚の板なので何かしらね こう使えるね、棒が必要だったりですとか、あと何かね、そういったこうオプション的な書かなきゃいけなかったりもしますけども、これ1台で、ね、サーフェ a スディオ2であれば自分の顔を表示せず、ノートパソコンのように参加できるというところが大きなね、魅力になってるんじゃないのかなというふうにも思いました。ねこちらね。 まああのー、閉じてる時もね、あのヒンジ部分がね光ったりもしますので、バッテリーのね、えー、状況ですとか、まあ、そういったことも確認できるというところもあるので、ね、まあ、機能性もねあるということかと思います。で個人的にね使って結構便利だなというふうにも感じていて、まあ、これからね、えー 今ね、オミクロンが増えてて、またね、えー、テレワークが増えてくるのかなとは思いますが、一方でね、っ先でね、仕事をする機会も増えてくるというところもあるので、まあ本当ね、えー、いろんなメールを処理するですとか、えー、さらにね、ちょっとこうね、カフェに入って、まあ、ビデオ会議に参加するとか、あとこう、ね、そういった使い方にはね、非常に、 ノートパソコンなくてもね、これ1台でそこそこの仕事がこなしてしまうというところでいうとね、かなり魅力的なんじゃないのかなと。あの個人的にはね、あのオンラインの記者会見とか参加しますと、1時間ぐらいね、ずっとこうね、プレゼンテーションオンラインで見て、しかもね、 こう質疑業等に参加しなきゃいけないというところでいうとね、こうスマートフォンをずっと持ってね、スタバでこう記者会見を見るといのは相当くら、えー、辛かったりもするので、こうやってね、置,けた置ける状態、机のに置ける状態で参加できるというのは魅力的なデバイスになっているなと思います。ただね、やはりまあこれ、一つ、まあ、注目と言いますか、気になるのは価格、えー、最低のまあ、ねえー、スペック、仕様でも18万円台と。 いいうとところでね結構お高いスマートフォンにななってるなと、まあ、最近ね、もう本当にこう各社あのハイエンドはとことんハイエンドに突き進んでいって、まあ、20万円程度が当たり前になってくるというところで言うとね、こちらのサーフェイスディオ2も20万円を超えてく、ね、る前,前後からまあハイエンドのモデルを超えてくるというものになってくるのでね、ちょっとこう一般的には手が出しにくい値段になっちゃってるのかなとは思いますが、 で今までも2画面スマートフォンいくつもありました。それこそね、過去には NEC もね、NC c カシオも2画面 Android 出してましたけども、まあ、その頃に比べるとね、だいぶ使い勝手も良くなってますし、Android 自体も、ね、2画面を意識したまあ、UI になっているとで。アプリケーションも2画面にしっかり対応してくるというところでいうとね、新しい使い方、えー、仕事でバリバリスマートフォン使いたいという人に向けてね、当然便利な あもののにななっているのかなと思います、ね、もちろん電話もできますし、チームス s も参加できる、Zoom も参加できるというところで言うと、えー、ビデオ会議がますます増えていく中の、まあねえー、素晴らしい相棒になってくるんじゃないのかなというふうにも個人的には感じております。以上が私からのファーストインプレッション。結構おすすめだと思いますので、えあのお金に余裕のある方は買ってもいいんじゃないのかなというふうにも思います、はい。以上が私からのファーストインプレッションになりました。ありがとうございました。